大規備津彦の命母廃所中山茶臼山古墳は、岡山県岡山市北区規備津にある古墳。形状は、前方公園墳。実際の被葬者は明らかでないが、区内庁により、大規備津彦の命母として、第7代、高齢天皇御子の大規備津彦の命の墓に、自情されている。岡山市街地から、西方、独立給料。 日々の中山の山上に築造された大型前方後円墳である。現在までに墳丘を極めて良好に依存する。現在は宮内庁の事情簿として同庁の管理下にあるが、これまでに2008年度の宮内庁所領部による墳丘測量調査などが実施されている。墳形は前方部が開く、バチ系の前方後円形で前方部を南方に向ける。 噴球は二段畜生。噴球表面では、吹均石が検出されているほか、出土埴輪の存在から、埴輪列の存在が推定される。その他の詳細は明らかでない。この中山茶臼山古墳は、古墳時代前期頃の築造と推定されるが、資料に掛け具体的な築造時期は明らかでない。性格としては、機を望む。 臨海性と背後の平野を望む内陸性の両面が指摘される。なお、キビの中山は後世の備前国、備中国の境界になるが、山上に位置する本古墳の古墳域はその境界線上にあたる。またこのキビの中山では、初期古墳の野党地山古墳や、前期古墳の尾上社山古墳の築造も知られている。 公園部分旧手前は八徳寺奥の院の穴かのん。古墳の規模は次の通り。かつては、墳丘町に関して、約120メートルという数字が知られたが、2008年度の区内町による測量に基づけば、蒸気の値に修正される。墳丘の築造規格については、安頓山古墳の2分の1掃除型とする説がある。 中山茶臼山古墳の実際の被葬者は明らかでないが、宮内庁では、第七代、高齢天皇御子の大鬼滅彦の命の墓に、事情している。この大鬼滅彦の命について、古事記では、本の名を、彦伊佐勢李彦命、またの名を、大鬼滅彦の命とし、弟の若い彦建鬼滅彦の命ともに、鬼滅国を平定したとする。また、日本書紀では、本の名を、 彦伊勢去りの彦命、またの名を、吉備津彦の命とし、四、道将軍の一人として、聖堂に派遣されて平定したとする。両書には、大吉備津彦の命の墓についての記述はないが、1874年に、本古墳がその墓に事情され、それが、現在まで踏襲されている。吉備津神社なお、吉備の中山の山麓では、大吉備津彦の命を祭神とする吉備津神社。 奇微彦の神社の鎮座が知られる。特に前者の奇微神社は国史にも奇微彦の命神として見える霊廟になり、その社殿で大奇微彦の命は奇微の中山の麓にかやぶき宮を建てて住み、281歳で亡くなって山頂に葬られたと伝えている。ありがとうございます。